理論上可能ではあるが実用化されることのなかったタイムマシン。そのタイムマシンの開発に成功したあるプロジェクトがある。そのプロジェクトの目的、それは過去に起こった画期的な発想の転換を今に伝え未来へのヒントにすること。 Lexus Presents The Amazing Program。 1947年新宝島でデビューした漫画界の巨匠手塚治虫。彼の漫画には目に見えないものを表現するある画期的な発想の転換があった。それは全く音がない状態をシーンと表現したこと。その他にも目の前から物が消える時をフ、人が顔を赤らめる時をポなど漫画の中で多く使われる擬音、今ではごく当たり前に使われているが実は手塚治虫によって生み出されたのだ。その画期的な発想の転換が生まれたのは今から58年前、毎日小学生新聞の4コマ漫画ぐっちゃん第77話制作中の出来事だった。主人公しかいないことを一コマで伝えるにはどうしたらいいのか、悩みに悩んだ手塚が出した答え、それはシーン。わずか3文字で無音の状態を見事に表現してみせたのだ。その後シーンは無音を表現する擬音として日常会話にまで使われる言葉となった。たった3文字で表現の幅を無限にした手塚治虫のアメイジング、画期的な発想の転換、それこそが我々の未来を豊かにするのかもしれない。